静岡航空が名古屋までの開業の遅れに直結しています今日開かれたリニア中央新幹線静岡航空に関する国交省の第二回モニタリング会議 JR 東海の丹羽俊介社長は当初目標としていた品川名古屋間の2027年の開業についてこう説明しました残念ながら2027年の 名古屋まででの開業は実現できる状況には、なくリニア中央新幹線は、静岡航空が環境への影響を懸念する川勝平太知事の理解を得られず、6年以上未着工に。仮に今すぐに着手し、難工事と言われる南アルプストンネルでトラブルが一切なかったとしても、27年の開業には間に合わないことから、 JR 東海はこれまでも27年の開業は困難としていました。しかし、今日初めて、27年の開業について実現できないと断定的な表現を使って説明しました。着工の見通しがつかない中、開業時期を精査したものとみられます。これに対し、川勝知事は、 リニアのとかまだね報告を受けてませんのでコメントを出すことができません。一方、愛知県の大村知事は、我々としてはですね、これは極めてもお残念だと言わざるを得ませんで、ね、できる限り早期にまずは東京名古屋間が開業されることを強く要望をしたい。静岡航空港の工事契約が結ばれたのは2017年。工事は

JR 東海は引き続き早期開業を目指し開業時期については後期の見通しが立てば改めて公表するとしています。